始めっか。はいはい、やりゃいいんだろ。はいはい、やりゃいいんだろ。
どこ行くの？気づいてんでしょ。気が足りないんじゃない？動揺するような弾、本当に騙してたんだ。くどいね。雪村様を騙した。許せない。ムカつくけどやっぱいい腕だよ先輩。敵が私をそんな風に呼ぶな。やめよ。雪村様、こいつは私が。訳を聞かせてはくれぬか。ただの仕事だよ、真田を探るっていう。そうか。雪村様、戻るぞ。待てよ、俺はどうすんだよ、裏切り者をそのまま。務めを終えたのなら戻るがいい。戻るとこなんか、あんたを撃たなきゃ俺には。首をやるわけにはいかないな。行き場がないのなら私のもとにいればいい。雪村様、この本当にバカなんじゃねえの！サスケ！はやはりも、はい、そうか。ひどいやつですよね。徳川の患者だったんですよ。でも忍びってそういうものですから、潜り込んだ手際は褒めてやるべきっていうか。あれ、おかしいな。そなたも寂しいのだな。え、何をおっしゃいます雪村様。あんなやついなくなって。そうか。だから、あ、雪村様。それは。わかりました。ご苦労様です。出陣する。貫きと。私は雪村様の忍びだから。
堤防を築いてくれる民の到着が遅れている。もしかすると我ら真田に味方してくれる大切な民、なんと、なんと、
これで全ての民を絶つ。私も急ぐ。異常ありません。雪村様、おや雪村様、忙しい忙しい。雪村様、これは雪村様。異常ありません。お役目ですかな。おや雪村様、良い武器は良い品が入っております。良い出来です。ご武運を。お役目ですかな。おや雪村様、
まもなく上田だな。はい。されど真田など取るに足らぬ相手、上田は捨ておき、急ぎ軍を正常させるべきと存じます。いやいや、さような真似をして後輩を疲れたら何とする。何と言っても相手は父上に幾度も苦杯を舐めさせたあの真田昌幸、捨ておくのはあまりに危うい。しかし、まさか身内を攻めるのは忍びないなどと申すまいな、真田信之。秀忠様、そのおっしゃりようはあまりに。いいな、よせ。けれど信之様。はい、承知いたしました、秀忠様。けれど時をかけてはいられないのも事実、一気呵成に攻め落としましょう。数ではこちらが圧倒的なのだからな。はは。徳川軍、こちらへ向かってまいります。ありがたい。無視されては手の出しようがなかったが、これで父上の策もうまくいく。先方は信行様の様子です。ここは巧みに引いて敵を引きつけるのが父上のお考え。兄上との勝負はまた後日。徳川軍は食いついてくれた。さらに引きつけるのが我らの役目。この城は捨て上田に引くぞ。兄上ならお見通しやもしれぬが。雪村様、上田への道は確保してあります。そこまでの道は切り開きますので。助かる。だが無理をするな。撤退する。簡単に城を捨てるか。父上の狙いはやはり、いずれにしろ砥石城は押さえておくべき。さすがは兄上、迅速に兵を進められる。上田でボロ負けしたくせに勝負でもなく、徳川の俺切れ気は覚えが悪いんすかね。己減らず口を、あの者必ず討ち取ってくれる。我が動き読んだのは見事。されど情にこもった刃で我を撃てると思うか。俺は師匠と戦う気なんて。少子任の妨げとなる者は撃つ。少子答えろ、サスケ。今のお前の任は何だ。任を忘れた野良犬には我が引導を渡してやろう。行き場がないのなら私のもとにいればいい。俺は雪村様の忍びだ。ならば己が任を全うせ。はい。
異常ありません。お役目ですかな。ご苦労様でございます。良い武器は良い品が入っております。ご武運を。あ、雪村様。よい、いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。ご苦労様でご。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。忙しい忙しい。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。おや、雪村様。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。毎通り。また来てください。雪、良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。ご苦労様でございます。お役目ですかな。ご苦労様です。雪村様。異常ありません。出陣する。
徳川軍は食いついてくれた。さらに引きつけるのが我らの役目。この城は捨て上田に引くぞ。兄上ならお見通しやも知れぬが。雪村様、上田への道は確保してあります。そこまでの道は切り開きますんで。助かる。だが無理をするな。撤退する。簡単に城を捨てるか。父上の狙いはやはり、いずれにしろ砥石城は抑えておくべきだ。さすがは兄上、迅速に兵を進められる。上田でボロ負けしたくせに証拠りもなく。徳川のお歴史は覚えたらいいんすかね。己減らす口を、あの者必ず討ち取ってくれる。道は開けたな。よくやってくれた。木村がこんなにたやすく城を捨てて逃げ出すなんて。父上の誘引さ、そうと分かっていた。追うしかない。私は一人でも大丈夫だ。あの者らを守ってやってくれ。影武者になってどうすんだよ。ほんとしょうがねえな、この人。影武者か。むやみに攻めても雪村に時を与えるだけだ。様、ご覚悟。
それでこそだ。どっちが本物だ。そうか、忍びが守っておる方が本物に違いないぞ。サイボン、そういうつもりじゃなかったんだけど、まあ大人にちょうどいいってことか。分かった、この地を抜けるとしよう。開門、本物の雪村か。みんなに参ります。開門、雪村様、ここは任せてください。先に上田に戻って戦の準備をお願いします。無理をするな、時を少しでも稼げばよい。サスケ、後ほど上田でな。はいはい、そんじゃさっさと片付けて後を追いますか。敵将討ち取ったよ。あんたはやっぱ信行様が徳川について嬉しいわけ。そんな風に思えたら苦労しません。めんどくさい選択してんね。大きなお世話です。わかんない、あんたは雪村さんのことを大事にしてるじゃん。だからこそ互いの思いに嘘をつける。それも家族だから。よくわかんない。強い。はい、一丁上がりっと。雪村、雪なのです。くださればよいが。さて、私は上田に帰るけど、あんたどうすんの？俺も行くよ。
よく戻ってくれた、サスケ。どうも。戦はこれからが本番だ。そなたたちが揃っているのは何より心強い。改めてよろしく頼む。うす。では、あとは任せた。はい。あのさ、けじめつけてきたの？ああ、俺は雪村様の忍びだ。二番手だけどね、それは忘れないこと。はいはい、一番はあんたね、先輩。なに？もう先輩に対する敬意？花から敬意とかねえし。うわ、やっぱもかっ。おかえり。ただいま。お役目ですかな。忍びのものか。殺気がなくなったな。気づいてたんだ。隠しているつもりだったのか。言ってくれるじゃん。それなのになんで真田に置いといたのさ。雪村が見込んだものであるなら使い出があるのだろうと思ってな。言っちゃなんだけど雪村様、お人よしですぐコロッと騙されると思うんだけど。それは物の捉え方が浅い。あれは信頼できぬものをそばに置いたりはせんに、好きあらばこの首を取るよう家康に言われていたか。別にそこまでは。殺気が隠せなかったのは市場かな。そりゃ師匠。おう、恨みを買っていたか。親が三方ヶ原で死んだんでね。なるほど。しっ、仇討ちがしたいのならこの戦の後にしてくれるか。いらねえよそんなのは。おお、なんだよ。やはり雪村には見る目があるようだ。あれの力になってやってくれ。言われなくても。
くあらねばならない。俺の志、バカには分かる。なぜです？明智光秀の娘になど今となっては何の価値もないでしょう。光秀の娘というだけではありません。彼女は細川家ともゆかりがある。捨ておけません。そもそも人質など下劣な。何と言われても結構。不確定要素は極力取り除いておきたい。気が乗りませんが、やむを得んでしょう。どうかご承知ください。義継、あなたも同意しているのですか。酒への流れかと存じます。承知しました。ならば私も同道します。何を？捕らえるのなら信仰のある私がいた方がいいでしょう。それともまさかうち。ご協力感謝します。チャチャ様。チャチャ様。義継、今さら虫のけれど、もしまだ少しでも私を浅井の姫として思ってくれる心があるなら。はい。屋敷を守る者を退け、光秀の娘を確保せよ。チャチャの申した通り、戦になってしまった。チャチャは無事であろうか。無理にでも魔石を退去させていれば。待っていなさい。必ず助け出します。イエスとの決戦は近い。このようなサジに時間をかける余裕はないぞ。しかあるまい。チャチャ様を好きにさせてよろしいので。引き分けが良かったのが不気味なんですね。問題ない。強くなければ全てを奪われる。観念してもらう。こちらに来る。そうは参らぬ。わらわが人質となっては迷惑をかける。待ちなさい。なんとか二人だけで会わないと。結局こういうことになるのね。男どもを好きにはさせないわ。あの人は魔性の。あの子を助けに来てくれたのですね。あら、お姫様、期待してた。あら、お姉さん、すっごくがっかりしちゃったぞ。待って、違います。話を聞いて。Come on!
私が必ず助けます。あなたにはその後の。そういうこと。いいわ、あなたはわらわちゃんのダチだものね。チャチャ様、光秀の娘はどうやら城下の屋敷に隠れているようです。ありがとう、急ぎ見つけ出さなくては。開門。有金すべて置いていけ。さもなくば命はないぞ。何日もして賊が入り込んでいる。時間がないけれど捨ておくわけには。姫君のため落とすわけにはいかぬ。主は下っている。無用な抵抗は身を滅ぼす。そうなのか。それならここにいたって。開門。神明を閉じて姫君をお守りせん。この程度の戦果ほぼ出る気がせん。撃ち取ったり。これまでなのか。父上、師匠、ジャッジャー。屋敷に火が。死なせない、絶対に。開門。間もなく戦が始まる。今のうちです。チャチャ、わらわはまたこのような事態に巻き込まれることがあっては、チャチャ、二度と会うことはありません。どうかお元気で。嫌じゃ、
また必ず会えると約束してほしい。何を聞き分けのない、ダチと別れるのに聞き分けなどできぬ。今度こそ本当に太平の世が訪れたならまた二人で遊びに行こう。きっと、はい、必ず。だから、分かった。チャチャもどうか無事で、必ず。チャチャ様、よくぞご無事で。あの娘は自害しました。殿、見分なさいますか。屋敷が火に包まれては改めようもあるまい。チャチャ様、お手数をおかけしました。はっ。我々も戻りましょう。義経、何もおっしゃいませんよ。水成もきっと。けれど私は三成に悪名を負わせることを。どのような評価も覚悟の上です。あれはそうした男です。その覚悟が、はい、止められなかった。ごめん。けれど私にも救えた命があった。そう。真田は生きる。父上のお役に立ってみせます。やはり父上の策に皆翻弄されているのでしょうか。いや、そもそも攻め手が緩い。これでは。秀忠様、ここは数の強みを生かし一気に押し潰すべきです。まあ待て、相手はあの真田昌幸、お主の父だぞ。どんな策があるか分からぬ。力攻めなどもってのほか。ならば初めから捨ておけばよかったのです。信行様、上田一つにこだわっておきながら、この緩い攻め方、これではあえて時を無駄にしているとしか思えません。その通りだ。ようやく気づいたか。秀忠様、何を。やはりそのようなお考えでしたか。それほどまでにお父上。まあ疎ましい。大義を掲げながらどんな非情な手も厭わぬ親父殿が恐ろしい。知っておるか、あの方はな、生き延びるため妻や子にまで死を命じたのだぞ。そのような男の天下取りなどどうして手伝って。甘ったれるどもいい加減にされよ。信行様、覚悟もなく何事をなせるものか。家康様は数多の死を背負い、その死を足を止める口実とせず、覚悟を持って進んでこられた。その覚悟の是非を問うのなら、己もまた覚悟を持って当たられよ。我が父と弟が今そうしているように。信行様、ご無礼をいたしました。真田の覚悟、これよりおめ。何やら寄せての動きが変わったよ。信行が出てくるな。アニュー、ここからが正念場ぞ、幸村。はい。
これだけの軍をよく動かしているな、信行。策の振るいがいがあるというものよ。父上、参ります。城は包囲した。二の丸へ攻めかけよ。開門。兄上は本気だ。ならば全力を持って当たらねば。敵が動いた隙をつけ、出丸になだれ込むのだ。なるほど、より行きたちが男か。強い才能だが、思うつぼでは。どうも誘われているよ。全軍注意して進め。敵将軍討ち取ったり。これは見事なお手柄。さて、忍びのお仕事はっと。敵が入り込むなら二の丸かにゃ。こんな小勢相手に何をもたもたと。踏みつぶしてしまえばよいではないか。どうせ身内相手で手を抜いておるのだ。信行になど任せておれぬ。進め。開門。総攻撃に出てくれたか。もてなしの用意は十分だ。二の丸に引きずり込め。止まられよ。むやみに突っ込んでは父上の思惑に。所詮我らは小勢、門を抜かれれば押しつぶされる。さよう心得よ。頃合いである。真田の策、味わってゆけ。なんだ、どこから鉄砲が。攻めできる。突き崩せ。父上の思うようにやられてしまった。しかし手の内は読めた。これだ。敵を引き入れても一点集中。小勢であるがゆえの戦時、これが真田か。さすがは父上、敵の勢いを利用して。戦を導くには敵の心を読まねばならぬのだ。まだ鉛玉が足らぬと。さらに打ちかけ、二の丸から逃がしてはならぬ。なんてやつだ、なんて恐ろしい。本丸に踏み込まれては我らになすすべはない。急ぎ敵を除き城を守れ。こんなところだ、十分だ。敵に下がってもらっては困る。出丸の橋を上げる。それでは出丸にいる味方は二の丸に飛び込むしかない。父上、急げ。この戦局を覆すには。父上、雪村、勝負。開門。栗か、無敵。確かにわしら
猿への出しをかけ、信之様、ご命令通り二の丸に忍び込み戦車を止めてみました。行き違う現場、よくやった。これで楽に戦えるはずだ。なるほど、今度は自らがおとりか。なかなかやるようになった。二の丸にはわしらがおります。大手の部は守り抜きますぞ。鉄砲が迫った今、二の丸を抜くのはたやすかろう。大兵の体を守る、そのために父上には負けられません。よくぞ申した。ならばわしにも心残りはない。ここは我らの負けだ。兵を引くぞ。信行、下がれ。稲は態度の確保をせよ。秀忠様、私はまだ承知いたしました。兄には下がられた。ただこれで終わりではないはずだ。弱い戦をするもんだな。まったく、誰に見たんだ。急げ。急げ。貴様の戦、ご覧あれ。任務は果たした。では真田の覚悟か。見せつけてくれよって。我らも急に退却するぞ。ベタベタ死んだりはこの稲にお任せください。拒絶はなりません。引き返しなさい。よし、敵は引き始めた。もう一当てしておくとしよう。勝利条件変更。家の徳張りはしてやる。少しでも戦力を削っておる。このままでは味方の被害が増すばかり。急ぎ引いてください。セリフはこの兄を倒してから申してみよう。すでに遅い。我が術中である。ここまで撤退します。恐ろしいほどです。
次はどこを。打ち取ったり。ただの石。力を及ばずか。真田幸村、俺にあり。出番。一気を破壊し損ねるとは。それに下ればよいのに。なんという無様な、なんと見事な。徳川軍、引いていきます。十分引きつけたと言ってよいが。はっ、追撃に移ります。信行はわしの打つ手を心得ておろう。やぶ蛇にならぬようにせよ。心得ました。秀忠様、何故軍を引かれます。不覚を取りましたが、次こそは必ず。もうよい、真田の覚悟十分見せてもらった。これ以上親兄弟で争う必要はない。秀忠様、そもそもかようなところで時を無駄にしてはおられぬのだろうが。急ぎ関ヶ原へ向かうぞ。母だが父上はたやすく引かせたも来るまい。